皆さんこんにちは、カドレの休日です。はい、ということで本日は一人でお送りしているんですが、本日はですね、前に挙げたヒカルさんのあの書籍、30冊買ってステッカーを集めた動画で、コメントとあと DM で結構あの実際の、まあ、ステッカー集めるのもいいんだけど、まあ、せっかくならあの書籍のレビュー感想をしてほしいみたいなのを結構いただきまして、ヒカルさんのこの書籍、まあ、実際読んでみたんで、内容だったり、まあ、感想だったりみたいなところをお話しできればなと思っています。その元々は僕はあの金髪起業家、この書籍でも触れられてるんですけど、あの金髪起業家ヒカルっていう情報商材やってた時から実は知っていて、でその後まあ YouTube でゲームとかコンテンツ、本当もう10年ぐらい前、大学生ぐらいの時にまあ最初見て、なんかちょっとうさんくさい人だなみたいなのが本当第一印象だったんですけど、まあ、その後ずっと YouTube やっぱ見てて、まあ、この人すげえなと思って、で本当にノンタイトルっていうこの前のあの番組でまあ関わらせてもらって、まあ今一緒に仕事をさせてもらってるわけなんですけど、やっぱもうヒカルさん本当やっぱすごいなと思ってて、特にすごいなと思ってるのが3つあって、1つはやっぱり本当に行動に移す速度が尋常じゃなく速い、まあ、なんか書籍でも触れられてて、まあ、即断即決をするって言ってるんですけど、まあ、なんか本当になんかこう、なんだろう、じゃあ例えば流行り物があった時とかに対して何かこうリアクションしてすぐ行動に移すっていう能力は圧倒的にやっぱ秀でてるなと思ってます。で2つ目は分析力で、結局じゃあその一つ何かしらのアクションやった後に、普通の人だったらとりあえずやって終わりになることが多いと思うんだけど、ヒカルさんの場合だと、その実際にアクションした後にこんなリアクション返ってきて、こんな感じの数字が出てきて、こんな感じのものが出てきた時に、それってどうしてそうなったのか、どうすればよくなるのかっていう分析改善能力がめちゃくちゃ高いと思ってます。で、三つ目のところで言うと、こう人をこう、先導する能力、先導力がめちゃくちゃ高いと思っていて、まあなんかこうした方がいいよねとか、なんかこうするのがいいよねとか、まあそれこそじゃあヒカルさんのファンができたり、信者ができたりっていうのと同じように、やっぱり彼の一挙手一投足をみんなが注目して、それについてこうフォローしていこうみたいなところの動きとか、ムーブメントみたいなのを作り出す能力は、めちゃくちゃすごいなと思って、まあこれがまあ本当にカリスマたるゆえんだし、まあ数字を作れるたるゆえんだなっていうふうに思って、めちゃくちゃ尊敬してます。はい。というところで、本当に読んだところの、まあ、感想としては、すごいヒカルさんの言葉で結構わかりやすく書かれてるなっていう印象で、まあ、結構万人に対してしっかり刺さるような内容になってるのかなと思いました。というところで、まあ、僕普段自己啓発本あんまり読まないんですけど、結構本を読むときに、まあ、大事にしてることが2つありますと。で、1つは、著者へのリスペクトをするっていうところで、結局その書籍ってこう手に取ってまあ購入して読みますっていう時点で、まあ何らかの教えをやっぱ乞いたいとか、何かを学びたいとか、何かを知りたいからやっぱ本を読むわけであって、まあじゃあこの本で書かれてる内容を自分のものにしようっていうなった時に、なんかヒカルさんってこう良くも悪くもこうアンチもつきやすいタイプのまあキャラクターだなと思っていて、まあ多分そんなそのちょっとアンチというか、ヒカルさんめっちゃ好きじゃない、好きと思ってる人じゃない人でも多分手に取ってまあ読んでみようかなみたいな人も多分中にいると思ってて、まあとはいえでも手に取ってこう読もうとしてるからには、まあ多分リスペクトを持って読んだ方がこう吸収できるなっていうのはあって、なんかこう、ヒカルさんがこの書籍の中であのベルセルクっていう漫画を触れていたんですけど、まあなんかファルネーゼっていうキャラクターがまあいまして、まあファルネーゼっていうのがこう、もともと魔法を全く使えない人で、その人がそのシールケっていうまあ魔法使いみたいな人に、シールケっていう人のキャラクターの方がまあ年下なんですけど、まあ、教えを請う時に、まあ、先生っつって教えてくださいっつって教えを請うような姿勢を見せていて、まあ、そういうのって結構大事だなと思っていて、しっかりこうこの本から学ぼうっていう姿勢で、まあ、やっぱ読むことが、まあ、大前提として大事だなっていうのを思ってますと。でもう一つは、あくまでやっぱこういう自己啓発本って目の前で何かいきなり変わるっていうことは一切なくて、あくまでやっぱ解決策をもらえるっていうよりはこうそれを解決していくためのこのマインドをセットしに行くんだっていうところで、まあ、多分読んだ方がいいなと思っていて、まあ、ここにある書いてある内容を、まあ、実際読んで自分の頭でちゃんと考えて、でその上で、まあ、何らかの形でとりあえず一個は行動してみようっていう風な、まあ、姿勢で読むとすごい読みやすいし面白いなって思える本かなと思いました。で、まあ、一個すごい集約されるなと思ったのは、まあ、ここの本の中でも触れられるし、ヒカルさんが座右の銘で挙げている、なりたいものになれるのは、なろうとしたものだけだっ
ていうフレーズがあって、本当にその通りだなと思うし、まあ、とりあえずもうやるしかないよねっていうところが、まあ、この本を読んだ感想です。の上で、まあ、この書籍の中で一番刺さったというか、まあ、結構印象深かったのは、最悪の失敗は何なのかっていう考えた時に、やりたいことをやらないことだって、まあ、フレーズが書籍の中に出てくるんですけど、本当にその通りだなと思っていて、なんかこう自分自身もともと大学の時から起業して、まあ、IT とかの領域でずっとやってたんですけど、2019年末ぐらいのタイミングで、そのよく行ってたあの C 社の、まあ、店長だったりメンバーが、まあ、辞めるみたいになった時に、今までその自分は店舗ビジネスやったことなかったんだけど、なんかこうその店なくなったりとか、その C 社吸えないの嫌だなと思って、まあ、店舗ビジネスやったことないながらに、まあ、自分で C 社吸いたいしやってみようと思って、まあ多分うまくいかない、まあ、一定うまくいく、もちろん努力するけれどもうまくいかないところはめちゃくちゃ出てくるだろうなとか、まあ、お金結構かかるんだろうなとか、それこそコロナが来たりして、まあ、大変だなとか、まあ、その後いろいろあったんだけど、結局でもやらないことが一番失敗だなと思ったんで、まあ、店舗ビジネスやってみようと思って、まあ、踏み切ったっていうところが、まあ、ありましたと、まあ、っていうところで、本当に何だ、実際に行動に移してやっていくっていうところはやっぱ大事だし、あともう一個すごいこのチャプターの内容で共感した部分で言うと、頭の良し悪しはなんて誤差っていうのが確か出てきていて、頭の良し悪しなんて誤差っていうのが出てくるんですけど、まあ考えよう、考えないなんてもったいない、考えれば必ずなんとかなるのだ、誰もが行動なずのを持っているっていうのは結構響いていて、なんか自分自身やっぱなんかすごいなと思う人たちってすごいたくさんいるけれども、なんかベースの別に頭の出来って多分よほどじゃない限りほぼ変わんないと思っていて、なんか結局、まあ、全ての人においてやっぱ足りてないのは考えたり、まあ、考え続けたり考え抜いたりするところの力だなと思ってます。で、じゃあ結局じゃあ何かを目指そうとか何かをやりたいってなった時に、まあ、大体何らかじゃあお金がないだったり時間がないだったり、まあ、失敗するのが怖いだったり、でも結局じゃあさっきの話で失敗するの最大の失敗何かっていうと、多分やりたいことをやらないことだと思っている中で、まあ、じゃあお金だったり時間だったりみたいなところを、まあ、なんかこうできない原因だったりできない要因にしがちだけれども、まあ、実際じゃあ本当に、じゃあやりたいと思った時に、じゃあお金だったり時間だったり、じゃあ例えばお金って借りればいいよねとか、時間って別に寝てる時間だったりご飯食べてる時間だったり、まあ毎日こんぐらい時間あって、まあじゃあ1日もともとじゃあ10時間ぐらい余暇の時間あるよねみたいな、だったらもっとうまいことを時間切り詰めて、まあやってったらいいんじゃないかとかを、まあまあ詰めてったりだとか、じゃあまあその上で、どうすれば、まあその、まあ、目標に向かってうまくいくのか、まあじゃあ例えばそのなんだろうな、トイックの点数を伸ばしたいですとってなった時に、じゃあトイックの点数を伸ばすために、じゃあ1日こんぐらいの時間勉強しましょうだったりだとか、じゃあ今までの過去問解いてみて、じゃあ今の自分の点数が何点で、目標となる点数は何点で、その差分が何点で、じゃあそしたらリーディングで何点取んなきゃいけなくて、リスニングで何点取らなきゃいけなくてみたいな、一個一個こう分析してって、じゃあ自分がリスニング苦手だったら、じゃあリスニング毎日聞いて実際トイックの問題解いてやってみようっていう、こう自分の自身のこの今の現状となりたい理想像とのギャップを分解して、それを一個一個着実に努力していく。で、じゃあ自分の苦手なポイントって何なんだろう、じゃあそれ苦手ってなんで苦手だと思ってるんだろう、それを乗り越えるためにはどうすればいいんだろうっていうのを一個一個やっぱ考えて、それをひたすらやり続ける。で、実際多分ヒカルさんも YouTube をまあやり始めて、まあいろいろこう一個一個まあ出してって、で動画出してったはいいものの、こう一本一本ハイクオリティのものを出し続けたら、だんだん再生数落ちてって、なんで再生数落ちてったんだろうって分析した結果、例えば緩やかなコンテンツだったり、こうながら見にできるようなコンテンツが減ってってんだろうなってなって、まあじゃあクオリティ高いものとながら見で見れるようなコンテンツ今後出してったら、また再生数戻ってったみたいな、なんかエピソードも書いてあったりして、まあ結局何事もじゃあ今の原因、うまくいってない原因とか、まあそこの目標に向かって差分が何があるのかっていうのを一個一個こう考えて分析して、まあ、やっていくっていうところが本当に大事だなと改めてこう思わされて、まあまあとかだったりっていうところで、本当に今トップ YouTuber、 多分今本当に時代一時代をちゃんと作っているこう人の中で、その人のまあ思考だったりだとか、どういうふうに考えてるのかっていうのを本当に皆さんに
分かりやすい形で赤裸々に書いてくれてるので、めちゃくちゃ勉強になると思いますし、ぜひ皆さんも手に取って読んでみてはいかがでしょうか。まあ、自分自身、まあ、この本当に書籍を、まあ、読んで実際の一つ一つの行動に自分事として捉えて、まあ、行動に移していこうと思っております。はい、それでは本日の動画はこんな形となります。それではバイバイ。